ジェノは、大韓民国インチョン広域市出身の歌手。男性アイドルグループ NCT のメンバー。SM エンターテインメント所属。本名はイジェノ。2016年8月、青少年ユニット NCT ドリームでデビュー。2000年4月23日、インチョン広域市で生まれる。5歳の時、母親と地下鉄に乗っている際に、スカウトされた。2005年、 ソウル牛乳の子供向け乳製品、アンパンのコマーシャルに出演。2006年、韓国映画、愛なんていらないに、子役として出演。2008年3月、京都ナビエンのボイラー、ナビエニューコンデンシング温水のコマーシャルに出演。学習教材、食品のコマーシャルにも出演していた。NCT ドリームでデビューするまでに16回ほどの広告出演がある。2013年、 SM エンターテインメントのオーディションに参加。オーディションで披露したのは、シャイニーのビューティフルである。中学1年生の時練習生として SM エンターテインメントに入社した。12月3日、SM エンターテインメントから SM ルーキーズとして公開された。SM ルーキーズとして最初に公開された3人のメンバーのうちの1人であった。2015年7月23日より、 ケーブルテレビディズニーチャンネルで放送された韓国製作ミッキーマウスクラブに出演8月 SM ルーキーズとしてファッションマガジンセシ8月号に掲載された8月より SM ルーキーズの定期公演スモールーキーズショーに出演した2016年8月20日 NCT ドリームのメンバーとして公開された8月25日 所属する NCT Dream がネット M カウントダウンを通じて正式デビュー。デビュー曲チュー i ングゴムを披露した。2018年5月22日より SBSMTV の音楽番組ザショーの新 MC に就任した。8月25日公開マークのための卒業ソング Dear Dream の作詞に参加した。9月5日プレイリストのウェブドラマ 18にサプライズ出演。12月13日、SM ステーションシーズン3として、アニメ、ドロールの OST、ヘアインザエアーに出演。2019年7月29日発売、NCT ドリームのサードミニアルバム、w e b ブームの収録曲の作詞に参加した。2020年1月22日、NCT ドリームが、日本公演記念ミニアルバム、ザ・ドリームを発売。 3月、雑誌、グラツヤで、初の単独グラビアが掲載された。6月2日、毎日経済新聞が主催する、デジタル犯罪防止キャンペーン、エムクリーン広報大使にチソンと任命された。6月23日、韓国観光公社の YouTube チャンネルに、ジェミンと参加した新型コロナウイルス、克服応援メッセージが公開された。2021年10月13日発売。 ドンヘのデジタルシングルカリフォルニアラブにフィーチャリングで参加した。血液型は A 型。ジェノという名前は母方の祖父が高い位置で努力するという意味で名付けた。子供の頃の夢は歌手、自動車デザイナー、建築家であった。子供の頃は卓球やバドミントンを熱心にしていたという。小学生の時は友達と外で遊ぶことよりも 勉強したり本を読むのが好きな勉強熱心な子供だった。青少年文庫本シリーズを読んだり、科学実験をしたり、パズルやレゴを組み立てることが好きだった。子供の頃から芸能活動をしていたが、撮影現場に知らない人がたくさんいて、母親の姿が見えないことを不安がって、よく泣いていたという。自身の性格について、感性的ではないとした。 あまり泣くこともなく感情の起伏も少ない。傷ついた時には、時間が経ってから、静かに話すタイプで、周りの雰囲気を悪くさせないためだとした。笑いの沸点が低く、誰かが何をしたとしてもぎこちない時も笑ってしまう。ジェノージェムというあだ名があり、メンバーのヘイちゃんが名付け親である。趣味は運動、ジム、自転車、映画鑑賞、ドラマを見ること。自転車で、観光や、 呂大ら群に行くこともある。ネット、NCT ワールド2.0では自転車を漕いで、発電したミキサーを動かし、23人分のチェリージュースを作るミッションに挑戦した。水泳が好きで、泳ぎ方はバタフライまで習った。好きな食べ物は、ゼリー、マヨネーズ、チーズ、抹茶味のハーゲンダッツ。4種類の甘酸っぱいキャンディを一度に食べることが好き。嫌いな教科は数学。 猫を飼っているが、猫アレルギーである。猫は3匹飼っており、名前は、ボンシギ、ソル、なる。ソルとなるは、ソルラルにちなんで名付けられた。ダンスを踊る、サイのロールモデルは、エクソの会。好きなラッパーは、ジェイデン・スミス。SM ルーキーズ時代、スーパージュニアのドンヘに似ていると評判だった。2018年5月16日、アプリケーション、アイドルチャンプで、 三日月目が愛らしいアイドル部門で4位を獲得。NCT の笑顔担当と呼ばれることがある。じっとしている時も三日月目をしている。涙ぼくろがある。右腕の一部分の肌色が周りと異なっているため、その部分を本人は時計と呼んでいる。性格診断の MBTI は SFEP 型。ジェミンと同じ日に SM エンターテインメントに入社した。 ソウル公園芸術高等学校実用舞踊科に在学していた。大学修学能力試験は受験していない。ありがとうございます。